皆さんこんにちは、小林哲也です。この本は、パーフェクトボーリング塾の、動画となっております。もしまだ購入されていない方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ購入していただくとより理解が深まるかと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この動画ではプッシュアウェイのタイミングを取る方法として、以前プッシュアウェイを肘と膝を同時に出しますっていうお話をさせていただいたんですけれども、どうしてもプッシュアウェイのタイミングが取れないっていう方に一つポイントをご紹介したいと思います。で、そのやり方というのが、ボールを少し上に上げてプッシュアウェイをするという方法です。で、この方法なんですけれども、前の動画でお伝えしたブランブラン投法で、多くの方がブランブラン投法だと力が抜けて投球ができるのに、いざ構えるとどうしても力が抜けないっていうふうに相談をされる方がとっても多いです。で、私も実際そうなんですけど、それってプッシュアウェイの仕方に改善点があることが多いです。ブランブランの時ってもう勝手にこういうふうにボールが上で浮遊して、そこに足は合わせていくので、力が入るポイントっていうのがない状態でボール振り子できるんですよね。ただプッシュアウェイして構えてからだと、ボールが浮遊してるところじゃなくて、自分が前に出してボールが落ちるっていうところで、また感覚が全然違います。で、そうなると力がプッシュアウェイで入ってしまって、どうしても浮遊っていう感じではなく、力が入ってスタートってなってしまうので、感覚が全く違うっていう方が多いです。で、そういう方には先ほどお伝えした上に少し上げるっていうのを一つのポイントとしてお伝えしたいと思います。普段ね、構えてる場所、皆さんまあ高いところだったり低いところだったりいろいろあると思います。プッシュアウェイもいっぱい出しすぎると体からボールが離れる分重みを感じるので、力が入りやすくなります。プッシュアウェイでタイミングを取りたくていっぱい出すと、今度はボールが離れすぎて力が入って、どうしても浮遊感が出なくなります。そういう方には構えてボールを少しだけ上に持ち上げてあげます。で、そうすることによって持ち上げたところで力を抜いてあげると、ブランブランのボールが上に来て、はい、力が抜けてる状態と同じような状態が作れます。ボールを最初に構える、そこから少しだけ上に持ち上げます。で、この時の注意点が、上に持ち上げると言ってもブランブランの上で浮遊したこのふわっていうのを作りたいだけなので、分かりにくい方はちょっとこういうふうに肘をポンポンポンって引いてひょいって出してあげると、このブランブランのちっちゃいバージョンですね、ふんふんふんってこういうふうにちょっとだけタイミングを取って、哲也プロがね、前は少しタイミングを取ってふわって振ってたんですけど、まあそういう感覚で 1,2 ふわってやるとボールが上で止まる感覚が分かるので、そこで力抜いてスタートしてあげる。で、こうするとブランブランと同じ状態で力が抜けて振ることができます。少し上に上げるっていうのが、上に持ち上げるのではなく、こういうふうに浮遊をさせてあげてボールを重力で落としてあげたいので、少し上げるっていうと、こういうふうに上に上げる人いるんですけど、上に持ち上げてしまうと力が入ってしまうので、これは NG です。なので、あくまでもボールを上にちょっとこう浮遊させてあげる、でボールを重力で落としてあげるという感覚で、ちょっとボールを持ってやってみたいと思います。でね、プッシュアウェイの時もボールが体から構える時も離れないようにとお話をしました。体のできるだけ近くで、ここから普通にプッシュアウェイをしてしまうと、どうしても、ね、重みでボールがワーンと下に落ちやすくなります。で、これをちょっとこういう風に、皆さん左手重要ですからね、左手でしっかりと、これ右手だけじゃなくて左手8割9割で持ってあげてください。で、これを少し上にふわって持ち上げて落とすというか、はい、降りるって感じです。ふわっ、はい。で、こうすることによってプッシュアウェイで脱力をすることができます。前から見ると、大げさに言うと左手でヒュイッヒュイッって、これ左手でやってます。こういうふうに左手で持ち上げてあげてください。決して右手でうーって持ち上げちゃいけないです。皆さんもやっていただくと分かるんですけど、右手で上に持ち上げようとするとめちゃめちゃ力が、はい、入りますので、左手でしっかりと支えてあげて、持ち上げるんじゃなくて、こういうふうにタイミングを取ってあげると、
ふわっとプッシュアウェイができますので、はい、皆さんそこを意識してみてください。なかなかね、このタイミングをちょっと上に取るっていうのは、合う方、合わない方いらっしゃいます。プッシュアウェイの時にただ落とすだけの方がタイミングを合いやすい方もいらっしゃるので、まあ、どうしてもね、このブランブランの感覚ができないという方が、このちょっとだけふわっと上に持ち上げてあげるっていうのを意識していただけたらなと思います。上に上げるのではなく、ふわっていう状態を作って、そこで力を抜いてあげるというのがポイントです。はい、皆さん、どうしてもプッシュアウェイうまくいかないという方は、ぜひこのポイント取り入れてみてください。